すする TV ゼレゼレどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、京都発元祖京都背脂鶏ガラ醤油ラーメンを提供するのはこちらです。ドン。東京メトロ日本橋駅から徒歩3分くらいのところにあります京都銀閣寺増谷日本橋本店さんにお邪魔してます。こちら増谷さんは増谷ラーメンとして親しまれる京風背脂醤油ラーメンのお店です。京都のみならず都内にも展開していて、コクのある醤油味のスープが人気のお店となっております。実は私すするも初めての訪問となっておりまして、いろいろ落ち着いたら京都にも行きたいなということで、関西に思いを馳せつつ早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、京都銀閣寺増谷日本橋本店さん、食券さんです。今回は半熟卵ラーメンとおしんこ、さらに無料サービスのライスもお願いしました。背脂の量や辛みの量を選べるので、背脂は多め、辛みは普通でお願いして、コリコリ食感のたくあんを食らいながら待ってた。こちらが増谷日本橋本店さんの半熟卵ラーメン、背脂多めです。どほーい。スープ表面に浮いた背脂とたっぷりのタネギがいい感じ。心はもう京都にいるぞってことでいただきます。さあ、まずはスープからぬはん。背脂の甘みに動物系のコクを感じられつつ、醤油と鶏ガラのすっきりした旨み、こってりとあっさりを両立させた美味しいスープで、早速ライスも食らいます。さて、お次は麺をリフトして、はい、スルーラニン。茹で加減はやや柔らかめで、しっかり背脂やスープを持ち上げるナイスな相性。喉越しも良くて麺自体も美味しく、これなら三年坂で転んでも大丈夫でしょう。さあ、ネギはもちろん九条ネギで、臭みはなくシャキッと心地よいアクセントと刺激をもたらしてくれる。食べ進めていくとピリリと辛さも効いてきて、全体のバランスを引き締めてくれて、これなら千本鳥居で神隠しに合うこともないでしょう。てな感じで、しっとり柔らかいチャーシューをおかずにライスをまたかき込んだり、九条ネギを絡めて麺をすすりまくったりして、食べ進めるごとに徐々に味が変化していくことを大いに楽しみます。というわけで、ラストは絶妙な半熟加減の味玉と合わせてライスをかき込んで、本日も完食です。大変美味しくすすれました。最後まで飽きずにすすれる一杯でした。それではコスレ。はい、ごちそうさまでした。いやー、増谷さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。オープンキッチンをぐるりと囲むカウンター席メインの店内で、老若男女さまざまなお客さんが一心不乱にラーメンをすすっていて、愛されてる感ありありでした。私すするはせっかくなので背脂多めをチョイスしました。スープの構成は3層に分かれていて、上層は甘みのある背脂、中層は鶏ガラ醤油スープ、下にはピリッと辛いアクセントの辛みが効かせてあって、一口目は背脂の甘みと醤油のハーモニー、そして食べ進めていくごとに辛みが効いていく感じで、味の変化が心地よかったですね。無料サービスのライスも美味しくて、スープとたくあんを合わせて最後まで美味しくいただきました。また落ち着いたら京都方面にもラーメン旅しに行きたいと思いました。ごちそうさまでした。それではその公式キャッチフレーズ、京都銀閣寺増谷日本橋本店さん、背脂醤油うますたんや、うますたに。